皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回は寝る前に食事をとると太りやすいのかということについて解説をしていきます。夜はもう寝るだけでエネルギーを消費しないから、食事は控えめにしておいた方がいいと。あんまり食べ過ぎると余ったエネルギーが体脂肪に変わってしまうから、あんまり食べない方がいいと。なるべくね、ダイエットしたい時はなるべく早い時間に最後の食事を終えた方がいいなんてね、ことをね言ったりする方結構いらっしゃったりするんですけども、実際のところどうなのか私が解説をさせていただきます。結論から言うと、夜寝る前に食事をとること、それ自体で太るっていうことはないので、安心して寝る前に食べていただいて大丈夫です。まあ、これは朝食のお話しした時と一緒なんですよ。その朝食食べなかったら太りやすいのかっていうね、動画出しましたよね。別にそれは関係ないですよという話しましたけども、同じように夕食の時間とかね、夜遅く食べるかどうかによって太りやすさっていうのに実は関係ないんですよね。太るかどうかとか痩せるかどうかっていうのは、摂取カロリーと消費カロリーのバランスが一番大事なんですよ。なので夜遅く食べても1日トータルで食べる以上に消費すれば痩せられますし、じゃあ夜に食べないようにしてて、じゃあ朝から昼までで1日の食事全部終えますと、そういう食生活をしていても消費する以上に食べたら確実に太るんですよ。なのでその食事をとる時間帯、それ自体に太らせる効果とか痩せやすくさせる効果っていうのはないっていうことはしっかりと覚えておいてください。なので夜寝る前に食べるかどうかっていうよりも、しっかりと毎日同じようなタイミングで食事をとれるようにしておくっていうことの方がはるかに大事だったりします。夜寝る前に食べるんだったら夜寝る前に食べるで、しっかり食事のタイミングを固定するっていうことが大事だったりします。じゃあなんでこの寝る前に食べると太りますよと、夜に食べると食べ過ぎると太りますよというふうにまあ言われてたかっていうと、夜はエネルギー消費しないから太りやすいだろうっていう思い込みもありますし、まあ実際にね、その太ってる人を観察してみると、夜寝る前にたくさん食べる食生活をしてる人が多かったっていう研究もあったりするんですよ。ただこれも太ってる人の中に夜たくさん食べる人が多かったっていうだけの話で、それをもってじゃあ夜にたくさん食べると太りやすいっていうことは言えないわけなんですよね。ひょっとしたら夜たくさん食べる習慣のある人は食事に無頓着なんで、朝も昼も好きなだけ食べて摂取カロリーが増えてしまうから太ってしまうかもしれないわけなんですよね。太ってる人の中に夜たくさん食べる傾向のある人が多かったっていう事実を持って寝る前に食べたら太りやすいとかね、そういうことは言えないわけなんですよね。じゃあ1日の摂取カロリーを揃えた上で食事のタイミングを変えて研究してみたらどういう結果が出るのかっていう話になるんですよね。で、こういう研究も実はいくつかされてて、例えば肥満の方を対象にした研究で1日の摂取カロリーは同じにしますと。で、食事の時間を朝の10時か夜の18時という形で変えて食事をとってもらうようにしましたと。これで体重の変化に違いは出なかったのかっていうことを調べた研究があります。もし夜にたくさん食べる人が太りやすい、痩せにくいということであれば、10時に食べたグループの人たちの方が大きく痩せられるはずですよね。なんですけども、この結果は実は10時に食べたグループも18時に食べたグループも体重の変化は一緒だったっていう結論が出てます。なのでしっかりと摂取カロリーを揃えればタイミングはあんまり関係ないですよということなんですね。で、逆にですね、6ヶ月ダイエットしてもらって夕食に炭水化物を摂ってもらった人たちの方が体重の減り幅が大きかったと。朝に炭水化物を摂ってもらう人よりも夕食に炭水化物を摂ってもらう人たちの方が体重の落ち幅が大きかったっていう研究もあったりします。まあこれもね、それをもってじゃあ夜にたくさん食べた方が痩せやすくなるかっていうと、そういうわけでは全然ないです。なので、まあ、たまたまこういう結果が出たっていうだけでね、それをもって夜に食べた方が痩せやすいですよっていうつもりは全くないんですけども、ただ一つ確かに言えるのは、夜にたくさん食べると太りやすいとか、寝る前に食べたら痩せにくい太りやすいっていうことは実は間違いなんだよと。それよりも大事なのは1日トータルの食事内容なんですよということだけはね、こうしっかりと覚えていただければなと思
思います、まあ、ただやっぱり夜遅くにね食べる習慣のある人って食事が崩れやすいっていうのはあると思うので、夜中にお腹が空いたからってお菓子つまんだりとかアイス食べたりとかそういうことはこうしないようにしていただいた方がいいんじゃないかなと思います。ということでね、今回は寝る前に食べると太るのか、夜にたくさん食べると太ってしまうのか、痩せにくくなってしまうのかということについて解説をさせていただきました。食事をとる時間というよりは1日トータルのカロリー収支の方が大事ですよと、カロリーを揃えた時は食事の時間関係なく同じようなね体重の変化をする可能性の方が高いですよと、まあ、なのであまりこうタイミングは気にせずに無理なくね食事をとれるタイミングでしっかりね食事タイミングを固定して毎日ですね同じタイミングで食事をとれるように生活習慣を整えてくださいというお話でした。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ミレジェンドでは公式 LINE でお得な情報を毎日配信しておりますので、概要欄のリンクをタップクリックしていただいて登録よろしくお願いします。その他にも新商品の情報を概要欄に記載しておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。